株式会社ヤノマンは東京都台東区に本社を置くジグソーパズルやカードゲームなどの製造、開発、販売会社。かつてはテレビゲームソフトミニカーの制作、製造も行っていた。1954年1月、ヤノミツルがヤノミツル商店として創立。1959年12月法人設立。1968年に現社名に 称号を変更した。社名の由来は、矢野光の子供の頃のニックネームから。1974年、国内初となるジグソーパズル製造用機械を開発。それまで輸入品しかなかった国内のジグソーパズル市場に、日本製のジグソーパズル第1弾を投入。日本人に親しみやすい、富士山、金閣寺、銀閣寺、姫路城、SL、 D-51 などのジグソーパズルが大ヒットして、その後の国内ジグソーパズルブームのきっかけとなった。1990年にテレビゲーム事業に参入し、アレサやフェーダなどを送り出したが、わずか7年で撤退した。なお、末期はソフトウェア事業部が設立され、ヤノマンゲームスブランドを用いていた。近年は、水木しげる関連の商品を多数発売。 妖怪フィギュアや水木しげる関係本 YM ブックスや DVD などを制作。また、2007年4月1日、鳥取県境港市の水木しげる記念館に隣接したプチテーマパークゲゲゲの妖怪楽園をオープンした。一部報道で 3D ジグソーパズル地球儀で台湾が台湾と表記になっていたことが明らかになった。それを受けて、 ヤノマンは公式 HP 上でジグソーパズルの台湾投票機の部分のピースを台湾表記の部分のピースに無償で交換することを表明した。交換は希望者のみ。世界遺産、平等院の法王堂の写真を使ったジグソーパズル月夜に浮かぶ平等院を巨額なしで製造、販売したとして、平等院がヤノマンに対し販売停止と在庫破棄を求め、 京都地裁に提訴。矢野万は、朝日新聞の取材で、すべて争うとしている。この問題に関し、京都地方裁判所にて、令和2年10月12日付にて和解が成立した。裁判所が、裁判所の審証において、平等院の主張を否定し、矢野万に違法行為がないことを文書で認め、平等院側が、問題の製品の在庫破棄の費用を負担。矢野漫は、 今後、平等院の同意なしに平等院の写真を使った製品を販売しないことを条件として合意に至った。ありがとうございます。